皆さんこんにちは。1.3 にてサイレント実装された要素、ご存知でしょうか？おそらくストーリークリア後、ラフの流れ運は足しにて。実は、信用ポイントでガチャが引けるようになりました。こちらの NPC ですね。話しかけると、毎日更新のやつと、週更新のやつの2個があって、基本的に毎日更新の方はモンスター素材ばっかりなのですが、こちらの1個6000で、週2、3個までしか買えないやつ。こちらは、当たりが出ると星4の奇跡素材とか入っているようです。開封は、カバンから右端の項目で確認できます。普通に使用すれば中身がもらえます。毎日更新の安い方はこんな感じで、当たりがなさそう。一方で、高い方ですが。こんな感じで今回はハズレでしたが、当たりが出れば紫の奇跡素材が出ます。かなりガチャなのですが、模擬宇宙回してたりとか、信用ポイントを比較的集めている人は、やってみる価値は高そうです。Twitter に集計結果を集めたいので、もしよろしければ、スクショリプライしてくれると助かります。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。